おはようございます、モコフィットネスです。もうね、4月に入って、あったかもう暑いぐらいですね。でいつも通りモコレンですよ。絶不調プラトの脱出への旅、やってますよ。今日も兄貴と練習です。はい、見えます。これからやりますよ。おはようございます。おはようございます。いい天気ですね。いい天気ですね。今日は皆さんインフィニットのジャージよろしくお願いしますよ。やばいかなと思うんだけど、兄貴クランクいくつ長さそば全然まだ買っちゃうけど、今のは100、これ70、170か。これ 2.5 にしたいんだよ。兄貴は 2.5 あっていいと思う。うん、俺今 167.5 なの。また、ね、また変わってるでしょ。変わってる、当時のあれと。うん、荒城もだって身長から比べたらめちゃめちゃ長いもん。荒城確か175とかって。荒城俺とよし。それでは、ここまで頑張ってきて、なんとかちぎれないで来たんですけども、今日は強風です。めちゃくちゃ風が強い。まあ安全運転で、淡々と距離稼いで、楽しみたいと思います。それでは皆さんご付き合いください。レッツゴー。よし、じゃあ行きますか。フィックスはいらないですか。はい、フィックスはいらない。フィックス、フィックスはいらない。いらない、いいですよ。はい、
know those words, they hurt me. You'd find out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here, a bully to many for so many years. Now shut your mouth, close your ears. Never learned your lesson and nobody cares. That's what you're here for. だから逆に俺も今そこまでは追い込んでないから、だからね、もう今ほら今言ったそういうそこまで追い込んだ練習してないから風呂入って、はい、お疲れ様です。見てください、もう兄貴も俺もぐちゃぐちゃ、今めっちゃピーカンでしょ、びちょびちょですよね、すっごい、もう横殴りの風も今日強くて、ほらローソンの唐揚げくんとろり濃厚チーズの旗がすごいなびいちゃってるでしょ、すごい風なんですよ今日で、そんな風の中雨降ってきちゃったから、なんか嵐みたいな感じになっちゃって、なんかパリルーベやってんじゃねえかっていう感じになってぐちゃぐちゃですよ。でもいいっすよね、もう50と40のおっさん2人が青春しちゃってるんですよ、最高でした。はい、で今晴れて最高の天気で、まあ、帰りにはあの体乾いてきちゃうと思います。はい、それではね、今日ビログ撮れるかな、もうやる気になんないな。でも絶好調でした今日は。はい、はい、お疲れ様です。 ZIP454NSW 本当にいいホイール、これ最高です。アイオネックスお疲れ。そしておい、これなんやねんこれ。これ僕、これなんだかわかります？これパンなんですけど、完全に舐めてますよね、完全に舐めてますよね、でちょっとだって前髪ちょっとしかないもんこれこれ
もう鶴瓶師匠じゃないですか。はい、じゃあこれから、あれだ、補給食つか回復食食べて、洗車はもう疲れちゃって、いや洗車は今日はしないっす。はい、これから YouTube の、動画を撮り、いつも通りですよ。それからアイス食べて一日終了みたいなね。でもね、これがね最高なんですよね。まあいろいろお話があるので、今日はあと危なかったですね、あの枝。あ、もう長年やってきた僕だからこうさっとこうね、あの落ち着いていきましたけど、あれも昨日今日のねローディーだったらもうねズワーってもうザザーって感じですよ。まあいいか、こういうくだらない話は。よし、じゃあレッツゴー。めちゃめちゃかっこいいな、ジムニー。本当にね、本当に買ってよかったです。で、ちょっとした今回ね、あ、次回がっつりねこれ全て商品紹介をしてどんなものをつけてるのとか、ご紹介します。ね、コメント欄にもありました、このシートカバー何なのとか。はい、そしてここも迷彩です。はい、ちょっと迷彩がくどいんじゃねえのっていうねご意見もありましたが、まあね、あの何事にもやってみて、気に入ればそれでいいし、気に入らなければねやめればいいし。でこれ火災で、これもね超おしゃれなんですよ。あのゴールドミラーっていうメーカーなんですけども、これもミリタリー系の傘入れです。はい、僕ね傘は絶対車の中に置いてるので。はい、で前紹介したこれテーブルにもなって、さらに中にこう保冷バッグになります。これ超いい。で後ろにはこういうまた収納ですね。はい、次回、きちんと全て商品紹介したいと思います。はい、で、買ってきましたよアイス。結局なんだかんだね、久々に金もなかとこれ、雪見大福の生プリン、これねリピートし続けてます。これむちゃくちゃうまい。これはねもうスイーツですよ。まあスイーツなんだけど。いや、美味しすぎてもう間違いないです。これね永井秀和さんも言うと思いますよ、これ食べたら。甘くて美味しいねって。まあこういう小ボケも必要です。それほどうまい、間違いないっす。いただいてみます。うん、あのね、あ、うまっ。生クリーム好きな人手挙げてください。そうです、生クリームが好きな人だったら絶対食うべきです。もう僕ね無類の生クリーム好きなんですよ。もうだから乳製品が好きってまあ毎回言ってるけど、生クリームがちょっと好きじゃないなって人はちょっと厳しいかも。生クリーム感が半端じゃないんですよ。うまっ。ほんと生クリーム食ってるみたい。ふわふわなんですよ。それとお茶ね。うん。ぜひね、生クリーム好きの方は食べてみてください。
疲れ様です。もうヘトヘトですよ。今6時半で、さっきコンビニ行ってアイス食べて、あのあとね、スーパー行って、でこそっからなんだかんだ4時間ぐらいかな、ちょこっと雑談の編集終わって、これからビログ、今撮ってるビログの編集をこれからね始めます。トレ動画の、編集をこれから、編集します。音楽とか何にした方がいいかなとか、今日はねちょっとタイトル通りですよ、かなり、さっきふざけてたけどかなり危なかったです。ちょっとどうしようかなと思ったけど、もうああいう時は正直もうグッとハンドルね、手が離れたら危ないからグッとハンドルを持って、もうまっすぐ変にハンドル切って斜めに枝に入っちゃったりすると滑っちゃう。雨なので、だからもうスピードをできる限りスリップしない ギリギリのブレーキングで、それでもう直角、最悪パンクでだったらまだいいですよ。だからもうリム打ちパンクでもいいから、まっすぐもうああいう時は行くしかないと思います。変にハンドル切ったら危ないと思います。なんか僕が喋ってるんで娘がなんか変な顔してます。さて、じゃあ終わりにしましょう。ファル君、今日もお疲れ様でした。はい、じゃあ終わりにしましょう。皆さん自転車ほんと気をつけて楽しんでやっていきましょう。はい、そんな感じで終わりします。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったらいいね、応援よろしくお願いします。そして今日サイクルジャージインフィニット完売し始めてます。夏場になる前に、まだサイズが少し残ってる部分もありますので、もしよかったらツイッター、インスタグラムからダイレクトメッセージで欲しいと言ってくれれば、こちらが、詳細をお話、ダイレクトメールでやり取りするのでよろしくお願いいたします。以上、終わりしましょう。バイバイ。もうそれぐらいだったんだ。でもそれぐらい、また1分間。